桃源前商店街にて器物破損事件発生。目撃証言から現在発生中の通り魔事件と同一犯だと思われます。鬼ヶ原さん。デスケ、遅くなってすまんな。事件現場はここか。はい、やっぱり今回も同じ犯人でしょうか。スラッガーか。ひょっとしてスラッガーの事件ですか。はい、町内の皆様にはご迷惑をおかけしてます。スラッガー、最近この町内で連続してる通り魔のことですよ。町で多発する通り魔事件。通り魔は金属バットを持っていることからスラッガーと呼ばれていた。通り魔の最初の被害者は地元の野球部のエース南拓実。拓実には暴力事件から野球部を去った元チームメイトがいた。ま、誰かさんみたいに変な事件を起こして足を引っ張るよりずっといいさ。リュウちゃんのことを言ってるの？忘れたわけじゃないだろう。あいつは部員みんなの努力を台無しにしたんだぜ。マヒロ、アリス、ユーリの3人は野球部マネージャーアイに頼まれて通り魔事件のことを調べ始める。相談に乗っていただいてもいいでしょうか。相談？たくみくんが襲われた時、私も近くにいたんです。そして事件を追うマヒロとアリスの前に現れたのは。あら、アリスじゃない。母さん、なんであんたがここにいるのよ。スラッガーの事件調べてるんだって。その事件、ヤバい奴らに会うかもしれないから気をつけた方がいいわよ。連続する通り魔事件、野球部員の暴力事件、そして秘密裏に行われているという野球賭博の噂。バラバラに発生した事件に接点はあるのか。リュウちゃんはそんな人じゃありません。私はあんたのこと母親だなんて思ってないから。そんなこと。連続通り魔事件の容疑者として監督、身柄を課長内野球の監督に呼んでもらったら。狂気がバカだから大事な友達ですわ。何があっても友達を信じる。信じない。全部繋がってるのかもしれない。てめえらが全部ぶち壊したんだ。ディスティナリーコールゲン。ねえマヒロ、ん？あんたがこの家に来た時のこと覚えてる？